リライズニュースの編集を務めています、川名と申します。え本日はオンライン家庭教師、学びの森代表の長尾正光様にお話をお伺いしたいと思います。えー、貴重なお時間ですね、えー、作っていただきまして、本当にありがとうございます。本日ですね、よろしくお願いいたします。はい、えー、ではですね、早速質問の方、入っていきたいと思うのですが。 長尾様が描かれている夢やビジョンをお聞かせていただけますでしょうか。はい、えー、私が持っている夢、えー、ビジョン、えー、はですね、えー、夢を持てる、そしてその夢を叶えられる子どもたちの創出ということで、まあ、理念にも近いような感じなんですが、うん、それをビジョンとして、うんえー、掲げております。ありがとととううございいますということはあのーまあ、裏を返せば あはい、夢を持ったりとか、それをこうに向かっていけるう、まあ、子どもたちが少ないそうですねいう現状があるということでしょうかね。ではですね、そういった夢やビジョンをこう具現化するために、どのような目標や計画っていうのを立てておられるでしょうか。 はい、いありがとうございます。えー、私、今メインでですね、えー、冒頭でえ肩書きとして紹介していただいたえ家庭教師の授業をやっているんですが、まあ、それ以外にもさまざまな動きをしておりますので、まあ、それがすべて先ほど申し上げたビジョンにつながっていくんですけれども、はい、1え一つはですね、えー、やはり家庭教師ですね。えー、オンライン家庭教師学びの森ということで、えー、オンラインで Zoom でですね、はい、え授業をしますよという。 うー授業を行っておりまして、まあ、目標という言い方で言うんであれば、まあ、今生徒をですね100名の在籍を目指ししてて経営営運おります、はい、でこういった中で、えーまあ、先生ですよね今在籍が大体30名ぐらいいるんですけれども、はい、まあいずれにしてもその子どもたちがあのこういう大人になりたいなとかこういう先生になりたいなっていうふうに憧れられるような先生っていうのを えー、こちらで、えー、意識して採用して、えー、ご紹介しているというのが一つあります。はい。そのまま言ってていいですか。あ、はい。はい。ありがとうございます。はい。福岡。 あとあの私自身代表でやってるんですけれども今回のように比較的こう、えー、外部に積極的に出ていくようにしておりまして、はい、で自分自身でも、えー、YouTube ですね YouTube のチャンネルを持って、えー、おります。 えー、オッティチャンネルというチャンネルなんですが、まあ、メインコンテンツはやはり教育ですね、について、まあ、語っているんですが、えー、教育以外にもさまざ、あ、まな面白い試みをしようということで、今、その YouTube のチャンネルの中の一つのコーナーとして、うんえー、仙台クリエイターズという、うんえー、企画をやってるんですね。でそれは何かというと、えー そうですねまあ、クリエーターということで何か作っている人とか、えー、っていうことが多いんですが、えーまあ、個人事業主の方であったり、はい、あ,るあるいはフリーランスの方であったりいわゆるその普通のサラリーマンでないような、えー、生き方をしているような人たちでなかなかですね、えーまあ、表には出てこないというか、はいえー、探しても、えー、会えないような方たちでもすごくこう生き生きとした、えー、まさにね夢を叶えて えー、活動しているような大人の人たちというのは実は結構いるんだということで、まあ、そういった方たち,方たちにですね、えー、出演していただいて、まあ、インタビュー形式で、まあ、まさに今、川田さんとお話ししているような感じでですねインタビューして、えー、あこういう大人もいるんだとか、はい、あこういう仕事もあるんだとかっていうのをですね見ていただくというのをそ YouTube のコンテンツとしてやっております。 はいはい、あとは、ね、はいろいろ他にもあるんですが私自身、はいえー、約10年近く前にアンガーマネジメントの、えー、ファシリテートの勉強をしていたことがあってさまざまな親御さんとか、えー、生徒さんが集まるようなところに呼んでいただいて、えー、そのアンガーマネジメントの、まあ、講演会を行うということであったりとかあと私自身、まあ、あの中学生と小学生の子どもが、えー、いるので。 中学校の方に関しては、えー、PTA 会長ということで、えー、今、えー、現在進行形で、えー、おりますので、まあ、そういった中でも直接子どもと関わる機会が、えー、多いということ。 とあと,うーんと大人の人たちなんですね。えーまあ、結局大人が変わらないと子どもが変わらないといったところで、まあ、普段んお会いするような大人の人たちやっぱりあの大人の人に夢とかってなかなか聞く機会もないですし、えーまあ、私たち世代にとっての夢っていうと大体皆さん職業で答えるんですね。 あうん、なのであのそうじゃないよねっていうことで大事なのは、まあ、夢が叶うというか、えー、人生成功していくこと幸せになっていくことだと思うので、まあ、そのために必要なお金の考え方とかあるいは、まあ、健康ですよね、まあ、具体的に言うと食育あるいは最近というのはこうよくコミュ障なんですなんていう人結構多かったりして人と人とのコミュニケーション、はい、そういったところの、まあ、学びの部分もお伝えできるところで。えー 大人向けにいろんなことを提案したり、企画したりということもやっていたりと、ほ、ま、か、あ、にもしゃべっていっぱいあるんですね、交流会開いていたりとか、いろんなことをやってるんですが、そ、ま、う、あ、いった形で冒頭で申し上げたビジョン、はい、理念に向けてやっているという感じです。はあ、いや、すっごい活動の幅が広いですね、<laughs> いっぱいいっちゃって。されて、本当、精力的にされていんだなと。はい めちゃゃめちち感じましたちなみに YouTube のインタビューされてるってことだったんですけど、はい、それを対象の方っていうのはお子さんになるんでしょうかね。大人の人に。えー、大人の人に向けてのチャンネルあ、えっと。出演してくれてるのは大人の人で大体私の YouTube チャンネルご覧になってるのが ええ四十代五十代のうんと主,主婦層が多いんですね。<ー>とあと子供あ中高生<ー>、うん、なのでまあ親御さんとあとその学生さんですよねに向けて、えー、発信しているっていうのは意識はしています。あありがとうございます。<あ>はい親子で見れるみたいな感じはあ。あそうですねそうです、ね、はいえー、ではですねそういったあの精力的なさまざまな活動。 されてるということなんですが、そういったです、ね、目標計画に対して、はい、えきたどのような活動指針を持って、どのような基本活動というのをされておられるでしょうか。はい、そうですね。あのまあえー、と先ほど羅列してお話しした通りなんで、やっていることはそういうことなんですが、ただ方針ですね、何を軸にして、えーはい、そういったことを多岐に渡ってしているかといったところで、やっぱりあの子どもたちが、 えー、未来に対してワクワクできることがすごく大事だなというふうに思っているんですね。うんまあ、そこをすごくこう基軸として考えているといったところで、えーまああのー、家庭教師業に関しては私以外の先生を紹介する機会もあるんですがそれ以外のものに関してはやはり私自身ですねオッティ先生というふうに呼んでいただくことが多いんですがオッティ先生自身が 見せていくというか私自身のライフスタイルといったところで、まあ、あの憧れてもらえるような大人でいたいというふうにも今思っておりますし、まあ、かといって今の私があの完璧な人間ではないですので今こういうのを目指して頑張ってるんだよとか、うんえー、こうやって頑張っていくとこういう楽しい未来が待ってるんだよとかっていう、うんうん、その未来に対しての、えーまあ、共有ですかね。 そこをなるべくこうビジョンとして見せていくとそうするとあ結構大人になったらすごい楽しい世界が待ってるんだなとか、えー、自分はこういうことしてみたいとかっていうふうにワクワクして、えー、思い描けるような風になっていきたいということなんです。うんうん、っていうのもあの、まあ、こういう言い方をするとじゃあそうじゃない人がいるのかっていう話なんですが、まあ、実際ですねこれ、まあ、あの私の勝手なイメージなんですが。 あの家庭教師を長くやっている社会人の先生たちっていうのはですね、はい、結構ですねこう屈折した先生とかが多かったりですね、はい、あ,あ,あとはその教えることに関してだけは特化して優れてるんだけれども、はいえー、そのプライベートとか えー、その教育以外のことに関してはこう褒められたものじゃないよねとか、えー、ちょっとそっちは真似できないよねっていうようなちょっと残念な人たちっていうのもいるんですね。勉強を教えてくれるのは上手だからいいけどそれ以外のところはちょっと先生みたいにはなりたくありませんみたいな <laughs> まあ言ってしまうと、えー、正直私から見てあのそういう先生って、あのー、いるなと思った時にそうはなりたくないと。えー せっかくやるんだったら、おっ T 先生みたいな先生になりたいですとか、おっ T 先生みたいな大人になりたいですって言われるような自分でありたいというところをですね、えー、意識しております、うん、ありがとうございます。はい、本当、あの自らおっしゃったビジョンを、自らこら体現しているっていう、そ,うね、そんな感じですかね。はい でではですねそういった夢やビジョンを持つようになったきっかけは何だったんでしょうかはい、えー、これは、うん、あの冒頭にその話したその夢を持てる、うんえー、そしてその夢を叶えられる子どもたちを作っていかなきゃなと思った理由ということなんですが、もともと20代の頃ですね、約8年間、えー、個別指導の学習塾に、えー、勤めておりました。うんでえー、教室長というですすね、えー、入会するのの最初の 段階で親子さん親子で,です、ねえー、いらっしゃった、えー、方々と対面する、えー、そこで入会するしないというあのご相談をするというお仕事だったんですけれどもまあ目標を聞くわけですよね。えー どどこどこの高校に入りたいとかあるいはテストで何点ぐらい取れるようになりたいとか目標があって、はいえー、入塾してくるわけなんですが、はいまあ、そういう話をするときに、えー、じゃあ例えば高校を卒業したらあるいは大学卒業したら、えー、どうしていきたいのとか将来の夢はとかっていう話も、はい、そういう話の中でしていくんですね。はい、で比較的私が、えー、入りたての頃はですね えー、そういった質問をすると何々になりたいとか、えー、こういう生活してみたいとか、えー、結構こう出てくる印象があったんですが、うんえー、その勤続している8年間の間に、うんえー、そうやってこう楽しそうに夢を語ってくれる生徒が年々減っていくような感じがあったんですね。うん、な,んかなのでどう将来どうしたいのとか,なんか夢はとかって聞くと「いや夢ないです」とかって「えー、なんで?」とかって。 夢はわ,わざと持たないようにしてるんですとかってえなんで夢持たないようにしてんのってどうせ夢持っても叶わないって分かってるからそれだったら夢ない方が楽だと思いますとかって言うような生徒、まあ、これ本当嘘のような話なんですが結構そういうお子さん、えー、が増えてたんですねまあ,あのそれにこう危惧してというかいやこんなんでいいのかなっていうふうにまあ思ったっていうのが、えーとまあ、トリガーになってますね。 あうん、それはなんかショッキングですね。ではですね、えー、そういった、あのー、出会いや発見のさらにこう背景にいることがお、うんはい、あ終わりだったんでしょうか。うん まあ、なんでそういうことになったのかなっていうふうに考察したんですがまあそれはですね私たち大人がですね人生を楽しめてないからなのかなと結局大人を見てみんなつまんなそうにしてたりとかつら、はい、そうにしていたら子どもたちは大人になることに対してえーはい ワクワクできないだろうなというふうに、えー、思ったといったところですね。まあ、その背景にあるものとしては、例えば社会情勢とかもあると思うんです。まあ、給料が、えー、上がらないとか、えー、不景気だとか、まあお、お金の面がもしかすると大きいかもしれないんですけれども、まあまあ、そういった事情があって、えー、なかなかこう、うん、前向きに、えー、明るいビジョンを子供たちが描けないんではないかなというふうに、えー、思いました。まあ、そんな中で、 えーまあ、世の中全体が良くなっていく、えー、例えば景気が良くなっていくとかっていうのはもちろん大事だと思うんですけれども仮に、えー、景気が悪かろうが物価高だろうが、えー、まず個がですねそれぞれが、えー、例えばお金だったらかす稼げばいいわけで不景気だってお金を稼ごうと思えばいくらでも稼げる手段はあるわけですから、まあ、そうやって、まあ、一人一人がですね、あのー、自発的に動けるようになっていったらいいんじゃないかと。 いう意味で、まず大人がその背中を指し示すことが、えー、すごく大事なんじゃないかなというふうにう、えー、今思っているところです。ありがとうございます。いや本当、まさに私も話聞いてて、そう思いました。まあ、大人がどんなこの大人がどんな状態の大人が、ねはい、こう言葉を発するのかで、全然こう説得力が違って言葉で言ってるのか、はい、本当にあの。<laughs> 背中を、ね、子供ってたぶんしっかり見てると思うので、はい、本当にそこの大人自身の骨、ねはい、がこうワクワクして、えー、夢に向かってこう、はい、一歩前進してるって姿は本当に大事だなーっていうのを話を聞いてて感じました。はいはい、そういった大人が増えて、まあ、子供もを元気になっていける、あの夢を持って叶えていける、そういった社会になっていけばいいなーっていうのを、はい、え本当に強く感じました。 はい、えー、今日はじゃあこれで、えー、終わりにしたいと思います。はい、本日ですね、えー、貴重なお話、えー、大変ありがとうございました。ありがとうございます。